この交代で流れを引き寄せたい。延長戦に入ります。両チームの選手とも疲労の色は隠せません。ボールの動きを読んでいました。サポートに走る。何？攻撃はここで止められます。チャンスと見たか。上がっていきます。狙っているでしょう。ルーニーパス&ゴーも視野にあるか。シュートはディフェンスがブロック。通ればチャンスといったところですが、このパスはカットされました。うまく扱いたい。ここにはキャリックがいました。フリーの選手が上がってきた。このボールを拾いたい。ボールは通りません。この動きが何です。テベス、センタリングを入れた。一瞬スタジアムの空気が変わりかけたのですが、ゴールとはいきませんでした。ちょっと力みすぎましたね。決めたい場面でしたよ。長いボールが出ました。ヘッドでつなぎます。アデバヨールのポジショニングが光ります。マイケル・キャリック、スペースを見つけて走り込みます。ガエル・クリシースローインでのリスタートとなります。スペースに走ります。ナスリがここにいました。ネマヤ・ビリッチ、ここで上がっていったぞ。注目のクリスチアーノ・ロナウドはここにいました。これはチャンス。キャッチはできません。ボールがこぼれています。前方に運びました。次々と上がっていった。延長戦は後半に入ります。ここにサニアがいます。素晴らしいチャージ。ピッチを駆け上がります。これはいい展開になりそう。分厚い攻撃になりそうだ。ディフェンスがスッと出てきてパスをカット。チャンスを潰します。雰囲気があります。ウォルコット、前方に運びました。フラッグが上がっています。オフサイドです。まあ旗は上がるでしょう。エマニュエル・アデバヨール、何が絡んでくる。このパスはカット。読まれていましたか。通った。サポートに走る。さあこれはルーニーです。おっとこれはチャンス。こぼれたボールはこのボールを取られます。チャンスと見たか。上がっていきます。テオ・ウォルコット、1対1が作れそうだ。ゴールを狙う。ゴールだ。決まった。終了間際の決定的な一撃。ここで突き放しましたアーセナル。この後の激しい展開の引き金になりそうです。ゴール来ましたね。楽しい試合ですよ。アーセナルのリードで試合が続きます。さあキックオフです。ファンペルシーが行きます。パス&ゴーも視野にあるか。ルーニー、ウォルコット、フリーの選手が上がってきた。圧倒的な存在感、クリスチアーノ・ロナウド。スローインです。サニア、ロスタイムが出されます。ガラス、アーセナル勝利で試合終了です。今日の試合の実況は私西岡と、解説は岡田武さんでお送りいたしました。ではごきげんよう。さようなら。
です。